だから、キツバル見やらせてたら、根元の自分がやってるところ、今からここ撮るというところが分かってるから、ね。だから、スライド見やらせたら、カメラの位置が分からない。で、これ、ほら、あの、養殖場の、もしかしたら昔逃げたやつかもわからんけど、養殖場の周りによって、ほら見て、顔が全然ちっちゃいやろ。本当だ。目がちっちゃいやんか。目がちっちゃい、顔がちっちゃい。で、顔がちっちゃいやん。で、体が大きいやんか。こういう魚って間違いなく美味しい。で、天然と養殖のもハイブリッドやから、もう間違いない。だから養魚場の周りの魚って本当美味しい。うん。たとえそれが養殖から逃げたやつ。はい。うん。それはでも、この血抜きは相当美味しくないよ。この処理ってね。この処理。この血抜きをして初めて美味しくなった。あの白磁まだやったやつから、はい、あの水に送ったやろ、はい、ここの亀に出してんて、はい、この亀よ、はい、まだ全然ないし、めっちゃ上手かった、俺らの時新しかったや、はい、まだ伸びるって言っとったやんか、はい、5日目が美味しくてか違うかった、10日目ぐらいまだ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 いってる、あ、そうや、セサミンパワーすごいねんて、セサミンパワーマジで、セサミンパワー、うん、言ったタイですもんね、人間のいいものはやっぱ魚もいいんですよね、やろうね、セサミンパワーすごいらしい、だから今あの西米良の浜空君にセサミン食わせてる、これ黒いやけど圧力がないから多分別の喉でやったら出るんやわ、別にでもここまで喉で出す必要ないんやけど、本当出すのも まだ生きて、いやもう死んでるよ完全に、まあ、これ3に変えて本当に強いよ、あの喉にしたら、はい、こっちからこっちから、うん、こっちから来た時に米の中の血を取ろうと思ったらこれ、うん、もうあの固まってるやんか、だから骨の中の血を抜くのはこっち、でこっち側ですることによって中腹の血抜き、これはでもこれは絶対じゃないかんのよ、これだけじゃダメよ、意味ないからね、これをして初めて意味があるから、じゃああの綺麗に飛ぶ今これが大体この、あの、本当はもう張ってきて、まあこれ、まあバロメーターとして色が変わってきたわ、こうやって。なんも OK。なんもちろんパンパンほら。パンパンやろ。ああ、もう、パンパン。包丁、高包丁やわ、はいはい。高包丁で骨の下をついてるやんか、はいはい。これだけで、これだけで。ああ。で、ここに穴が開いてるから、はいはい、穴が開いてるやん。心臓と間とですよね。心臓心臓が心臓ここやから。考えていいから、ここに穴開けて、はい。骨の下に包丁を入れるだけ、あでここに穴開けてたらここにこんだけ穴開いてんの、はいはい、こんだけ、はい、分かる、はい、ここに包丁当てたらもう入るから、あ分かる、そんな難しいこと考えんで、ここに当てて、こっち当ててこうやったらもう入るから、こうやってね、だからもうあんまり難しく考えない、なんでかって言ったらここに血管通ってんの、はい、血管切ってるだけ、心臓ここやからね、あ、はい、心臓これよ、はい、これ心臓、心臓ですよね、はい、何も関係ないよ、はい、心臓の近くの血管切ればいいで違うのそんなの、昔まで水の中にこうやって入れて、あの心臓ポンプとか入れて出してたやんか、あれってあの昔ってその日魚食べてたよ、うん、ちょっと前まで、だから別にそのあと何そのエネルギーがなかったらよかったよ、今からその寝かしてエネルギーを保ったままでいい状態で寝かせようと思ったら絶対エネルギー必要やから、うん、弱らせたらダメなの、うんうん、絶対条件で、であの動かせへんかったら心臓の血って出えへんから固まってしまうんか、動かさんと、だからもう絶対フリフリとか動かしてやらんと、ほらんもう油が、この油が養殖臭くないのよ、うん、すごいですよね、内臓がエグいことになってる、卵を持ってるけど、これ、ま、今年の春梅ってこれ。あともうちょい養殖の方の卵あれと違うやろうがちょっと、はい、きめ細かさが油が、重たなんか質量あるがね、ありますね、重たー、
ぱい出すと。そう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 。だから。キムアラもちゃんと取ろうと思ったら取れんねんけど、別に寝かせるわけやから必要ないねん。この貝は美味しなんで、めちゃくちゃ美味しくなる。でみんなまだ分かってないけど、養殖場の周りの貝やから、血抜いてなかったら養殖場の匂いがするんやわ、その養殖の魚が。だから食べて安い。どれくらいのガッツ焼くねやったら結構ね、ある程度ガッツリいくよ。けど刺身で食うとかやったらもうちょっと早めにした方がいい。でも白磁マダイにはやられたね。あれあんなに伸びると思わんかった。化け物やな。化け物ですね。だって3日後何もなかったもんな。はい。何これめっちゃ新しいやんと思った。はい。あ、俺こんな時どうだ。ちょっとやがら行こう、やがら。最近めっちゃいいね、これが。最近特にいたら。こいつはでもね、ものすごいローション野郎やつ。ローション野郎ね、めっちゃ寝たいんだ、今日がね。さてよ、さてよ。もう寝た寝たよ。これを。なんでこんな顔してんの。あ、でもこれルアー食ってくるんだね。こんな作り。すごいですね、立派ですよね。このサイズは多分豊洲にもあんまり入んないんじゃないですか。わからない、豊洲の事情をちょっと知らんから。やろうね、これね。もう一緒や、魚は。さっきのところ切って、これなんかもし噛んでしまってるやろ。これ昨日取ったやつやから。昨日取ったやつは普通に血抜けるから。さっきのタイでもそう。だからもう昔のまでの血抜きって、その日切ってる魚やと血抜けるんだから。じゃない、今は。どれくらいになるんですか。うんこ強いんですか。うん。座る。ちょっと。これ神経は抜けへんよ。神経はもうめんどくさいから。ここな。これ神経の穴。はい。これ動脈の穴。これね。今、水がバーッていったのが。うん、なかったやろ。はい。今このぐらいにして。すぐそこから向こう行って。はい。めっちゃありましたもんね。うわうわうわ気持ちいい。ね、ほらほら。試合と。後で食べます。食べる後で。はい。まあ、大好物やもんね。その油を食べるいい、ね。こっちだけで。ああ。変わっててちょっと。
やっぱね、油って買ったら分かるけど、はい、めっちゃ臭いよな。臭いですね。何よ、これ何やる、これは何やる、何やるね、これ何やるね、これイワシっぽいけど結構食うてるよね。あ、これ、ごま油もう水でもまあ表面だけパッて洗って噛んで飲み込みやすいんですけど、ああそういうことですね、味ああなるほどなるほどなるほど、はい、臭いやつ臭いんで、どうした、あ油の話、飲み込みやすいんですけど、はい、なんか焼いたりとか煮たりとかするの何鍋の中に入れて、はい、旨味を出してる人が多いよ。この美味しい魚の油で、はい、とろみをつけて、キモンもいつも一人やるか、キモン見てほら、ほんと血抜けてるやろ、あ、抜けてますね、血も抜けるんだ、ほら後で言うんですけど、うん、皮肝を締めてる人とかいるじゃないですか、うん、あれもやっぱり同じやり方で言われて、壺の中だと、だから、ノズル使わないから、ノズルないと、ぜひあれすると、こうやって開いたらこっち側がやるやつ、硬いやろ、うん、ほら、気になって結構したいけど、うん、本当はもっと長くしてもいいねんけど、うん、畑口が長くなる、うん、この片手にするまでどんだけこれをいろいろしたかな、ここになるまで使いやすいですよね、これ、うん、だからもう全て時間短縮にできるんだ、仕事の好きやヤガラの急所、シーザーとゴルジャはヤガラの急所、ここなんや、こっから入れるんやけど、ここだけ柔らかいんですよ、でもね、めっちゃ硬いな、どこに脳みそがあるかだけちょっと教えるやん、このギロチンで、よし、えらいことやで、竹切ってるんだよ、し、OK、脳みそが外れたけど、ここに脳みそがある、わかる、ここに脳みそ、これ脳みそに入れる、ここだから、ここわかる、これ脳みそわかる、脳みその場所いくよ、ずらすよ、はい、ここここの、だからさっき俺がここって言ったやんか、触ってみてください、はい、ちょっと柔らかいやろ、柔らかいですね、うん、ここやん、ここってなんか、だからこっから入れないかんねんけど、はい、めっちゃ硬い、ほらほら、わかる、はい、入れやろ、はいはいはい、入れて、ところを斜めに入れてガッてます、だからもうよっぽど硬いやつが入らんやん、わかる？ニャガラの急所。こうで結構。で、なんでここをつけば、うん、ここ、まあ、ではここに来るわけ。ここにこう重なって、さっきの。そう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 。うん、ここに来る。で、こうやって覚えるのよ、急所。こうやって見て。うん、まあ、これ割られへんけどね、普通に。だってこれ見て、これ軟骨これ。はい。これ、ほら、ちょうど見てしてやるから硬いとこですよね、うん、はい、これ、なんかこれは、うん、これは溶けるんやけど、ゼラチンになる、
こうやってここのお味噌があるということを覚えて、で魚を次締めるときはどこがいいやろと思ったら、なんかなし急所みたいなのがあるんです、絶対に入るところが。だからそこを見つけて、こうやって覚えてきた、うん、一人で頭回りながらね。分かった、座って、はい、はい、了解です。